どうも、なおちんです。百英油田やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強装備を発見しましたので、紹介していきます。以前、頭装備の最強のやつを紹介したんですけども、体も発見しました。なんと2箇所ありますね。2つ紹介していきます。まず1つ目ですけども、ここです。バーガンティア城ですね。ボスを倒した後にもう一度来てください。そうすると入手することができます。バーガンティア城のボスがいたところですね。この上のところになるんですけども、ここです。もう見えてますね、光が。この光を取ると、原初のローブ、原初シリーズですね。やはりこれが強い。ここで取れますので、ゲットしてください。そして、もう一つの体装備、ここにあります。試練の儀式場です。試練の儀式場の一番奥、ボスがいたところに行ってください。そして、同じく、ボスがいたところの一番奥ですね。光が見えてます。ここが原初のプレートメイルですね。簡単なので、これも絶対に取るようにしてください。能力はこんな感じですね。防御力以外も上がるっていうところがすごくいいですね。まあ、装備できるキャラクターはある程度限られるんですけども、やはり最強装備っていうのは持ってて損はないです。絶対にゲットしてください。はい。ということで、今日は最強装備の場所をやっていきました。絶対取るようにしてくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。